キヤキヤです。そしてともりさこちゃんキヤキヤです。そしてともりさこちゃんキヤキヤです。3人揃ってキヤキヤです。クラロアアップデートおめでとうございます。ウルトラレアキング宝箱は初心に戻って27レイ、よいしょ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 、チャンピオンおめでとうございます。いやー、お祝いの男クラロア、お祝いです。チャンピオンが追加されてから初めてクラロアを開きました。僕キングレベル14になったんですが、キングレベル14になった瞬間に宝箱をもらえるそうなんです。もらったあとこちらもうね、ほんわかで引くの久々、ウルトラレアキング宝箱、略してウルキン、カトパン、カトパンウルキン、久々にエメラルドの山買います。お祭り男いやーぶっぱらします。そんなもん陽気のさま。今計算したところ5回買います。いくらいくら、56,000円いきます。どうもどずるで、7万、これだ。久々だなエメラルド。おい俺のところからエメラルド、お前エメラルド色だよ。これエメラルドのシャストから、まずはキングレベル14になったから宝箱もらえるわけよ。これちょっといただこう。でチャンピオン確定でもらえるらしいんだよね。で何もらえるか分かんないから、今のところエリバン1枚、お前1枚、まあ1枚でどの面下げて。チャンピオンってあのさ、え、ウルトラピアのあれ出ないの、ポチン、あれあれ、まだレベル3全部もらえるんだね。パセルさんありがとう。もうこれはもう多分スキップだよ。この辺とかもうさ、これぐらいになるともう行く気だから、んな早送りだよ。女よ、俺が欲しいのはチャンピオンなんだよ。どうもダズルで、待てウルトラレアってさ、もっと厳かに光ってなかった？俺だ感出てるよ。どっちスパーキー。会いたかった俺だって感じで出たから。スパーキーもさ、まだ俺乾燥してないからレベル14使えるんでね。でもこの早送りでもスパーキーは普通に欲しいけど、これさ無課金だよ。ちょっと待って、無課金だからね俺今。元じゃねえよ。だなピカピカピカ。めっちゃピカピカさせるやん。これちょっとインドラー、売る気いらなくねえかって思っちゃうぐらいなんで、おいやめろ、企画だ俺だよこれ。本当によ。スーパーセル。おいスーパーセル課金。何？わこれね、ワイルドカードね。これ美味しいよ。スパーキーゲットできるよこれ。本当にさ、うん、ウルトラレアもうどうでもいい、もうどうでもいい、マジで美味しいじゃねえか。美味しいじゃねえかさあこれでたらりた、多分絶対出んだわこれ、確定か。今気づいたわ、今13になってやっと気づいたわ。来い、ウルキン、ウルキンくれって思ったでしょ。俺も思ってたんだよ。俺いつウルキンに行けんの。チャンピオンどういうエフェクトで出んの。どう、ゴールで美味しいな。そして5枚目でピカ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 、まあスパーキーと交換できますから。いやこの辺はよくて、これチャンピオンもビカビカしてんのかな。ビカチュー、ドー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 、チャンピオン、アーチャクイ、これ一番強いんじゃねえかと思ってる。アーチャクイ、マジかい、初めてのチャンピオン、アーチャクイ。キングレベル14へようこそ。報酬としてチャンピオンをアンロックしたぞ。チャンピオンはバトルの最中に強力なスキルを発動できる特別なカード、これをアップデートプレビューで紹介したら炎上したぜ。いいんですかアチャクイ、このアチャクのレベル上げていきましょう。いきます。それではお待たせいたしました、ロイヤルワイルド宝箱とかもうどうでもいいです。ウルキンが主役だから。ウルキンっていつもクラロワ界隈の中で端っこに追いやられてるからね。それではウルキンアリーナ15いきたいと思います。その前に何をこんな T シャツで、オフィスカジュアルか、おい調子こいてんじゃねえと。ウルキン様だぞ。ウルキン様行くときはこんなでポン清掃で引かせていただきますよ。こんな姿でウルキンを引けることが本当に嬉しいです。ありがとうウルキン。はい、ちょっと久々、お待て、キングレベル4でチャンピオン、え、初めて知った、チャンピオン入手確定、これ27連でいけんじゃねえマジで。ちょっと待って、計算したらいけそう。計算しなーい。計算して、何宝箱引けば確定でゲットできる。計算しなーい。7万円目課金しちゃったんだからさ。おい、ちょっと待っていこう。いきます。あ、ちょっと頼むよ、これ。うぃー。
こんな枚数多い。俺さ、ウルキンマジで久々だから、ワイルドカード追加されてからウルキンとか俺あんま引いてない。マジで。マジでお得すぎ。俺マジで今回の動画でカウントできるぜ。ちょっと、いやー、この辺は、この辺、うわ、懐かしい。もうなんか負けたらアカウント削除みたいだわ。ほんわかで、これめちゃくちゃ懐かしい。まだカウントしてないのが懐かしい。ありがとう。めっちゃ懐かしいな、これ。わーお、俺のほんわかだよ、これ。やーべえ。ほんわかとは思えない。LSP、ポチ。だって、マジで完走できるかもしれない。ちょっとヒーラーにしとこうか。ポチ。まあ、これレイジだね。レイジありがとう。俺デッキで使うから。チンパンとか言われまくってるけど、俺使うからもう。どうし、え、待って、ウルキンどっちも引ける？ウルキン1枚それとも2枚？マザネクロチャンピオンください。わおわおわお、これはすごい、これはすごい。選べんだ。1枚じゃなくて選べんだ。いや、じゃあこれはまんべんなくいくのが一番さ、良くないって俺お母さんに学んだぞ。俺まんべんなくいったらカンストしない、落ち着かずみたいな感じになってやだよ。それではいや、ごめん、行かせていただきます。すいません、先生お先失礼します。ありがとうございます。てか、ワイルドカード使ったらさ、ウルトラ全部いけんじゃない？うわ、これはじゃあコウモリ？まあ、スパッキーで使うからね。いやー、これどっちも使わないな。まあなんか、ロイホグデッキ僕たまに使うから、その時のロイヤルデバリー。おー、じゃあ、キヨスパ、キヨスパ、キヨスパ。まあ、ファイボでも、まあ、キヨスパ、キヨスパ、キヨスパよ。はい。どっちも使わないね。うん、なんかまあ、エリゴレでどうやるときを。これはじゃあ、いや、これもまあ、ミラーにしとく。え、ミラー完走するやん、もうすぐ。スーパーレア、旬じゃん。ポチッ！スパーキー、スパーキーください、スパーキーください、スパーキーください。はい。エレクトロ、ポチ。アチャクイ欲しい。アチャクイください。アチャクイください。アチャクイください。アチャクイ。なんでこの2枚なんですか？なんで男の子しか出してくれないんですか？なんで女の子出してくれないんですか？こうやって。スケルトンについては性別わかんないから、これ。さっきと同じじゃん、これ。時間で同じのしか出ないとかやめてね。じゃあ、一回、まんべんなく政策。男女平等機会基本法でいきましょう。3個目。はい。これさ、レベル12から13、13から14何枚かかるか結構大事なんだよね。個人的には。うん。これで完走できないことも全然あると思うから。ワイルドカードのウルトラレアだけで本当に完走できる気がしてきた。ワイルドカードだけでええやん。それぐらいワイルドカードがね、ありがたいっていうことですけれども。いやー、エリババありがとう。え、さっきスーパーレアがやっぱり24枚出るからか。ウルキンはスーパーレアめっちゃもらえるね。メガゴ、メガゴありがとう。でも遠っ。あとさ、700枚集めなくちゃいけないの。大変だこれ。だから奥の方でなるべく当たればたくさんもらえるが、これもういらないの。どっちともいらないので、これいきます。ポチ。スパーキー、スパーキー、スパーキー、佐藤のご飯、スパーキー。ドズル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 どうするどうする、高収入スパーキー、これカンスト使いたい。もう最強火力のスパーキーが出来上がるってことだからね。チャンピオン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 来た。これはどっちにしようかな。これはアーチャークイーン。するどうする、アーチャークイーンなるべく来てえな。どれぐらいのレベルにいけるか、カンストいけるかっていう。さすがにこれ風邪ひいちゃうんで着替えましょう。大変お見苦しいお腹を見せして申し訳ございませんでした。4泊目はい、これ多分早送りなんで。それではポチッ。LSP。はい、次。まあ、ギャングで行くか。ギャングそんな使わないけどな、俺今。こっち。エリババありがとう。遠いな。2200枚。最後の方にエリババとか出てほしいね。なんか最後の方に自分が使ってないカードが出ると結構やだ。これ、キヨスパいけんじゃん。てっけ。よし、よし、これで、スパーキ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 。あのさ、スーパーセルの上層部からさ、これ、そろそろアイスビザで出しとかんとダメって言われたんよ。いやー、まあ、アイスビザじゃ取っとくか。チャンピオン。着位だ。どれぐらい、このチャンピオンがどれぐらい出るかも見たいですが、ちょっと待って。俺、まんべんなくいって、全部まんべんなくレベル13とかやだから、俺、アチャクイは取ってきます。アチャクイ出たら取る縛り。何レベルまでいけるのか楽しみなんです。それでは、5箱目。はい！この辺はもうごめんなさい。早送りです。はい。ねえ、もうちょっと後で出てくれよ、マジで。え、ガゴムネも欲しいけどさ、いいんだけど、もうちょっと後で出てくれたら、よりさ、枚数ゲットできるからさ、まあいいや、まあいいや。はい、こっち。はい、レア。まあまあ、ヒーラー。ホルゲ使わないしな。ポチッ。ああか、まあ、ペッカ、まあ、ペッカ使わないんだけど、また使わない。ポチッ。レイジ！ホー！オーマイグネス！あと2枚！あと2枚でフルカウンスト、レイジ！ポチッ！クーッ！スパーキーギネバって。結構今、俺の使ってるスパーキーデッキがいい感じ。俺を取れ、俺がお前デッキのパワーになる。どっちともいらなくねえだよ。おい、俺を、あれを、グランデやる。ほい。アチャクイ、アチャクイ、アチャクイ、ありがとう、マジで。待って、もうさ、男女平等三角社会基本法成り立ってるからありがたいね。それでは6箱目いきます。よいしょ。さあ、これはまあここ早送り。はい、やってきました。この辺はまあまあまあ使ってないやつがあんま出ていないから、ロイホグが使ってんだけど、からまあまあ OK。 次次次、あー、
ノーマル3枚目にエリババとか来てほしい、マジで。うわ早く行っちゃった。マスケ使うからね。スーパーレア、スーパーレア。わー、ガワンって、まあ、ウォールブレイカーを最近スパーキーデッキに入れてみたらなんか楽しかったんで、まあ、ウォールブレイカー、スパーキーください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 。ねえ、マザネクなんなんすか、なんすか、マザネクなんすか、また終わった、マザネクじゃねえし、ネクダクネクだし、ダクネ取っときます、頼む、頼ます、アチャクイください、アーチャークイーンが欲しい、欲しい。ちょっと待って、物欲センサービンビンに出てるけど、幸せなら OK です。何個引いたからちょっと忘れちゃったんだけど、76、え、忘れたわ。今計算したら、エメラルドが残り3500になるように引けばいいらしい。すいません、忘れちゃうんだよ、あるある、ウルキン YouTuber あるあるです。これが誰かこれショート動画作ってたけど、ウルキン YouTuber あるある、今日はウルキン27連していきます。おお、出るね、めっちゃ出るね、チャンピオン美味しい。あれ何個だっけ、ウルキン YouTuber あるある、今日はウルキン引きましょう、引くことには変わりはねえから。この辺はねちょっとね、お、ロイホグ、ロイホグデッキね、ポチッ、これデッキ使ったくさん、あんま嫌な目、デッキをさたくさん持ってるがこれ絶対面白いね、これキオスパ行くでしょ、デッキ持ってるおかさ、あーこれ俺のデッキ使えるわってなるけど、やっぱキオスパバンバンバン、スーパーめっちゃ当たりやすい、たださレアが結構むずくない、レアが少ないわ、ポチッ、はいはい、スパーキーください、スパーキーあと3枚ぐらいで完走でね、ポチン、あと2枚、あと2枚、あーちゃん流れでいっちゃった、ノリでいっちゃったよ、もううーちょっと、あちゃくいけるね、これあちゃくい出ますね、これカンストいけるんじゃいますの、ちょっとこれ、これちょっとワクワクしてきて、ほらほらワクワクしてきたぜ、どんどんいくぜ、ほらえどんどんいくぜ、あれポチ、あー出るね、ガゴガゴガゴが出るね、ガゴが、うー使わねえよ、使わねえ、うわメガゴありがとう、なんかさメガゴとファイボっていうさ一級品一緒に出すやめて、ファイボーファイボーファイボーってなるからポチ。あーヒースピー、ヒースピーね、ヒースピー美味しい美味しい、レア集まりにくくねマジで、はい、ゴブドリ久々に見たね、待ってください、ゴブドリの僕のレベルやばいです、これレベル11台ポチ、スパーキーも乾燥させて、早い乾燥して安心したい、初登場言うのでいくか、ポチ、あーちゃくい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 、俺めっちゃ出んじゃん、あーちゃくい、物欲センサーもう汲み取ってくれます、物欲について宝箱について勉強したいな、あれこの動画まさかこの動画は、あーどうも中田です、さあ今日も早速やりましょう、エクストリーム現代社会物と人と宝箱編、みんな知りたい、さあやってまいりました、物と人とそして宝箱、みんな持ったでしょ、中田さん、中田さん宝箱引くお金がありません、あーちゃくいゲットしたけどゲット伸びないんですよね、そういう方いらっしゃいますよね、そんな人のために紹介したい、中田敦彦がお送りする YouTube 大学ね、でもさこんな人いないね、中田さんあーちゃくいとかさ、どうせアップデートでさ最初のみんな人気だから使ってんじゃダメだそれ、ちょっと侮らないでね、侮らやべえよ、ちょっと待って、もう油ぎっしゅなサラリーマンのおっちゃんみたいになってるけど違いますかね、これ全部ワックスなんで綺麗です、はい、今ちょっと待って、これ落とした方がいいね、これ落とした方がいいね、これマッキーだから消えねえよ、ちょ、まあちょこの辺は早送りしますか、開きます、ポチ、うわ俺、まあ、ミラーも使わないけど、観測させたいね。できることなら。まあまあ、やりゴブで。いや、ちょっとね、やっぱね、これ引いた後に、正直さ、スパーキーデッキがさ、カンストしてなかったら、なんか、おい、どうしたんだよってなるじゃん。だから、スパーキーデッキは確実にカンストさせたい。オッケー、オッケー、オッケー、カンスト初めてのカンスト。ウォールブレイカー、エリキはだって俺、カンストしてないけど、引いちゃった、引いちゃった。喋りながら引いちゃう癖で見ちゃうから、もう、あなた出るね。ディガーで。出すぎだから。ちょっと乾燥させたくない感出していきます。話しながら引く癖やめよう。初めて出ない。じゃあまあ、これかな。早々と行かないと、これちょっと終わりません。マジで。あ、ワイルドカード出て、バルーン。バーキーバルーン使ってる人いるからね。キヨキヨさんって方。キヨキヨじゃない。キヨキヨ。たまに間違える。普通に間違えられるやつ。こうキヨキヨさん。たまに間違えられます。けどね。発音むずいよね。喋りながらメガゴありがとう。ノールックメガゴ。レア遠いな、ちょっと。なんで、ペッカボールブレイカーが早めに乾燥しちゃうよ、これ。ちょっとやめてくれよ。スパーキー。出るね。出るね。なんか変な息の吸い方したから。出るね。おっと、あと1枚でスパーキー乾燥ですよ、これ。ちょっとお兄さん、これ。チャンピオン、チャンピオン。これさ、もう回転の、おー。
回転のさ、なんか方式ない？回転の方式でなんかアーチャクイーン、あ、これアーチャクイーン出るやつだなとかない？これ専門家の人、あのコマ送りでちょっと見てみてください。ラキン、さあ行きます。ポチ、うわー、おえれ、なんで27枚しか出ないんですか。えレシピありがとう。ポチ頼む。まあこれはもういらないな、ちょっとポチ。いらないな。レアさ、レアがめっちゃさ出にくいのよ。枚数として1回しか出てない。ゴブリンバレル、ありがとう。なんでもうちょっとください。あーあーやばい。早く行っちゃう、早く行っちゃう癖あるから。あ、ちょっとねえ逆にさ、スケルトンキングとさ、ゴールドライト大丈夫？全然出ないけど。ポチ、はい、いつもの3枚いただきまして、ペン。あ、待って、ごめん、レア1回だけじゃない。ミニペン、ミニペン、はい。え、レアめっちゃくんじゃん。何で、ノーマル、ノーマルね、ノーマルね。まあまあ、じゃあスケバレン食、スケバレン食で、ホバリング法、これはダクプリだ。ダクプリね、展開行った時ダクプリ使ってたから。はい、頼んます、頼んます、頼んます、これ頼んます。届かない、届かない。この思い、トリトンめちゃくちゃ出る。どっともほか、言ってない、他のウルトラ以外はちょっとまんべんといきます。はい、おっ、おいしい、おいしい。物欲センサーを汲み取ってくれるスーパーセル。どんどんいくよ、どんどんいきます、どんどんいかせていただきます。あー、まあ LSP で、 LSP で言った時8枚か、8枚渋、わお、1900枚、わお、わお、かわいい、これ。うん、エリゴレ、エリゴレ、バレる、バレる、待って、いやいや、ダメだ、バレる、もうゲットしたから。ゴブドリ、ゴブドリ全然ゲットしたいから俺よ。はいはい、あ、スパーキー終わらせようぜ、スパーキー終わらせようぜ。勝利、勝利、ちょっとカスト、キー、これにて僕のウルトラの青春終わりじゃん。これガチャ楽しむためにはいろんなデッキ持ってた方が楽しい。メガナイトコガツとか使ってる方が楽しいよ。ジャンピ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 ャン、スケルトンキングはいずこへ、どこ行ったのスケルトンキング。ちょっと、いい、終わりがたいけどさ、スケルトンキング大好きとからしたらもう最悪だよこれ。行っちゃうよ、えい、なんか本当にやばい気がしてきた。なんか乾いてきた、乾いてこれなんかそのみずみずしさがなくなってきたから、一回ちょっとガチで落とさないとこれまずいな。はい、こっからですね、こっからがマジ勝負。 LSP センキュー、ポチ、あー、ダクプリ1枚1枚ってこれガゴ群れ、ガゴ群れ、最近ずっとさ、なんかエリババとかぶってたりしてたから美味しいわ。お、やっとゲットできた。マスケット重視、うわー、まあもったいねえな、なんかね、まあまあビビドラにしとこう。ポチ、何を狙いましょうか。さっき捨てたマジックアジ復活。俺を取ってくれ、俺を次こそ取ってくれ。メガナイトコカツ、俺もうメガナイトコカツ使おうかな。じゃあなんかこうメガナイトコカツとか使った方が人生楽しそう。はい、あー、やっ、均衡を保ってきました。法律の準拠で来てますね、ちゃんと。これはじゃあさすがにかわいそうなんで、ゴールナイトいやいや、これどうなる。あのさ、これがって、なるべく均等にカードが出るようになってるらしいのよ。なるべくね、偏りはもちろんあるけど、ここで検証してみよう。スケルトンキング一生取らなかったスケルトンキング出まくる説、いきますはい、いやー、ここへ来てさ、普通にノーマルレア、スーパーレアがマジで大事。ここ使わないじゃん。ザップ久々に出たな、初めてだよ。ザップ出たら取るもん。スパーキーとザップの相性が神。まあ三重視レア出にくいから、三重視使いの方結構大変じゃない。まあまあ、じゃあまあファルチェ、はい、これでじゃあメガナイト5月俺もうウルトラの希望がなくなってしまいました。私ギオキオウルトラの希望が、チャンピオンありがとう。チャンピオンがなかったらもう私精神崩壊しつつ、うわー、着衣説とかじゃないじゃん。クラロワの均等に出る感デコボコだからね今。ちょっと落としてきます、さすがに。いや、させん落ちた。いや、ちょっと落ちてねえな、まだ。応急処置完了。残り3500まで、もう、引きまくるっていう男になります。マジで何箱か忘れてる。なんかさ、いや、俺さ、これ、やだな、なんか。俺何箱引いてるかわかんねえわ、みたいな。ユニとイクラを食う、今何か食ったわかんねえわ。そんな人にはなりたくないわ、私は。私はそんなことになりたくないが、なったかもしれない。それはちょっと辛いぞ。さあ、まあ、ちょっとロケ法取って。いやー、これ、ロイジャイデッキとかもなんか、ちょっと久々にさ、なんかカードに触れてるな。俺もう今まで、スパーキーでやっぱ魂を売ってきてるからさ、俺は。取るね。なんか俺の新デッキを、俺の自信デッキを開発してくれ。ちょっと待って、メガナイトが俺を呼んでいる。俺を仲間にしてくれ。よかろう、ポチメガナイトちゃん、ちょっとメガナイト枯渇組めと言わんばかりの感じですが、あちゃくい、あちゃくい、ドン。あ、説検証します。これでもう、かたくなに取りません。かたくなに取んなくてさ、マジあちゃくいが出なくなったら嫌だな、逆に。それ一番最悪のパターンだわ。はい、はい、いってらっしゃい。
エリババならじゃで、ね、エリババの登場回数さ多いんだけど毎回ガゴモリと一緒、ガゴモリと一緒でなおかつ手前に出る。なんなんすかこれ。ボンバーとアーチャーもあなたたちの組み合わせもたくさん見た。じゃい、はい。わあ、じゃあちょっと僕でゴブドリーマーさめっちゃ弱いじゃん今。ねえ、あのさ、スーパーセルさん、あのさいいんだよ、すごい面白いゲームなんだけど、めちゃくちゃさ極端じゃない、強い時と弱い時の差が。ゴブドリとかも見ないよ、メガナイト。ちょっとね、メガナイトが俺を呼んでいる。キョキョさ、あなた、私がゲームに追加された時最強って言ってくれましたよね。なんで僕を使って。使うよ後日メガナイト枯渇降臨。メガナイト枯渇楽しいからね。うん、さあ、あちゃ食い、あちゃ食い、やばいやばい、スケルトンキングの亡霊が俺を。スケルトンキング、お前は取らんぞ、お前は取らんぞ。やばい、スケルトンキングが俺を襲ってきてるぞ。やばいやばい、ここへ来てスーパーセル平等社会基本法が成り立ってくるのか。はい、うわー、カゴ群れ、ありがとうありがとう、3000枚、あれ以上、やったやった、ありがとう。あ、じゃあメガナイト枯渇、メガナイト枯渇、じゃあ組むよ。じゃあもうメガナイトうるさいから、あなたメガナイト組むよ。じゃあもう私が、はい、おお、おいしい、ポチ。メガナイトこれで来なかったら私おこよ。はい、うん、普通にエリキありがたい。やめてくれ、平等平等平等、おおおお、参りましょう、ポチ。うわー、メガゴ4枚って、まあ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 、この辺はいいよ。はい、いやあ、いやもうエリゴレヒセットやんこんなん。はい、いやー、まあまあまあ、これメガネの5月。はい、いやあ、ちょっと待って、なんか渋くね、ポチと。メガナイト枯渇行きたいよ、じゃあ俺もう。前職はマジシャンをしてました、アイスビーズです。いや、この2枚めちゃくちゃ見るから、ちょっと1回もう、あ、もうアイスビーズ来ないでねっていうことで、もう追加します。はい、さあ頼む、呪縛が、おお、ポチンキ。はい、うわー、うわ、なんかジャイとセットで出さないでよ、ファイボー。ポチ、今俺矢の飴とファイボーさどっちとも使ってんのよ、キオスパで。うわー、どっちが強いかはちょっと不明なんだけど、一丁言ったんだけど、これメガゴ美味しい。メガゴが、え、多いなー、レアと一番レアが集まりにくいわ。まあちょっとこれゴブドリで、あらゆた枯渇、新勢力、キューキューの新勢力、スパーキーはもういいや。スパーキーはもういいや、スパーキーはちょっとね、ゴールドにしかならないから、もうありがたい、昨日君の気持ちずんぶ伝わってきた、グリグリと。わあ、これなんておかしくねえか、これ。14枚と1枚。スケルトンキングが毎回出てもおかしくなさそうだが、その均衡法則はあんまりないのかもしれない。行ってこい。さてと、さてと、さてと、ふふ、さてと、さてと、みなしんで、さてと、さてと、さてと、ふふ、さてと、さてと、ゴーレムで、さてと、さてと、さてと、ふふ、さてと、さてと、ミラーカンスと、さてと、さてと、さてと、ふふ、さてと、さてと、メガナイト。あ、でもインドラ、でもインドラ使います。さあ、先ほどの格差を埋めることができるのか、スケルトンキングの挑戦です、ポチ。さあ、スケルトンキング出てくるのか、最初に見えたのはアーチャークイーンか。わー、スケルトンキングが不憫でならない、別にアンチじゃないからね、アンチじゃないからね、スケルトンキング頑張れと思ってきたよ。でもアーチャークイーンが欲しい。やべえやべえ、もうあと少なくね、あと5連、少ないって。ねえ、俺この、その、この、この30分40分で俺1万円じゃない、6万円6万やん、6万やん、クーラー変える。俺今ここクーラーついてない。撮影の時汗汗かく。冬だからいいかなとか思ってるけど、朝とか寒い。さあ、こっから。わあ、うい。いやー、エリババちゃんカンストしてよ。あと5箱しかないの？ 5 箱とかだよね、多分ね。エリババちゃんカンストしたいっす、マジで、先輩。マジでエリババだけ。おー、結構、おー、カンストいくか？うわ、行きますね、これ。スーパーレア集まりやすいわ。あと、ウルトラも多分ね。バン。ああ、よく見るコンビ。また会いますからね。私をそろそろ救ってはくれないか。よく見るコンビだ、これ。はい。なんかそろそろアチャクイ出ないな。おお、なんかあるかも。表示の仕方が違うとかあるかもよ、マジで。じゃあ、うん。なんか俺、アンチじゃないからね。やべえ、もうやべえ、もう少ねえ。マジで少ねえ。もう少ねえ。え？あ、みなし。うわぁ、こんだけ引いてもさ、結構、スパーキーとかはカンストしたけど、ウルトラって回数少ないじゃん。なんかレアとかって多いのにそんなに出ないから、これきついなぁ。これ結構さ、スーパーセルさん課金そんな必要ないじゃないですかって言ったけど、結構課金必要じゃない？結局は。一気に上げようとすると、ポチ。あー、ゴブドリでいくか。ポチ！メガナイト、ください。
おお。でもメガナイトディガーもあるから、まあメガナイトはでもこれ完成させこう。メガナイトスパーキーとか普通に強いからね。おえー、いやでもスケルトンキングの台頭してきたよ。スケルトンキングって結構台頭してきた。ここに来てゴールドナイトがあれちょっと最近あれちょっと調子悪いんじゃないのみたいになってますね。あと1万円分でスポーン、もう5万円分引いてます。5万円分引いたんか俺。一瞬だな。パチンコかね、パチンコかクラロワかでしょ世の中ね、皆さんね、皆さんそうでしょ。おエリババここに来てエリババめっちゃ勢力が来た。いや1500枚、1500枚、1万円で1500枚ください本当に。バオビー、この辺は今使わないけど、でもありがたい、取っといてありがたい。くそ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 、手が震えてきやがった。悪魔的勝負。メガナイトをお前完走させてくれ。そんだけスパーキーはいい、もうスパーキーはいい、落ち着けスパーキー。だってあんなに出したいと言ってたじゃん。おーちょっと待って、まずは肉だ。はい、さあアチャクイどこまで上げられるか、レベルを。あーここで結構均衡を測ってきますね。ちょもうメガナイトのスタンプ買っとこう。メガナイトスタンプ買っとこう俺。あー俺買ってなかったから。よし行きます。さあこっからだ、こっからだ。エリババくれ、マジでマジでエリババくれ。うわーなんだよこれ40時じゃん。エリババくれ。うわーザップありがてえが、ありがてえが全然レベル上がってなくない。スパーキーとレイジだけ俺のスパーキーデッキガチかい。おファイボファイボ、もうほぼほぼ初めてだな。ポチ、あの取ったのはね、この辺、うん、スーパーレアとかやっぱ結構出るけど。はい、メガナイト、あと2枚、2枚じゃなかった、3枚だっけ。来い。あーよく見る2人、よく見る2人。じゃあアイスウィザードこっち、バンバン、わーし18枚取って、え、あと2箱じゃね、あと2箱だ。やべえよエリババプレイマジで。いやいらんいらんいらん、まあ、まだエリババ出る可能性あるな。ポン、ちょっと待って、緊張感あるね。エリババ、いやーこれカンストせんの、せんの、カンストせんの、いやカンストせんのだこれ。まずい、6万円の悲劇だこれ。頼む、目がないと来い。あ君たちは何をしに来た。お着いください、お着いください、先輩ありがとう。ちょっと待って、この格差やばいな。19枚でレベルいくつ、もうすぐいけんじゃね普通に。早くね。はい、わあ、ちょっと待ってね。エリババ、まあ、次レアかな。エリババレア、レアレアレア、まあ、ホバリング法で次で、次のオーバーじゃね。エリババ来い。うえーしょっぺーよ、しょっぺーよ今回。まあ、スパーキー完走できたねけど、スパーキーをゴーレムだ。スパーキーはさあいいやん、スパーキーはそれはまあまあそれはまあ出るよそりゃ。まあおーおーおー、これねエレキにしときます。ポン、さあ完走させたいね。アチャクイも来い。よし、結構カンストに近づけるんじゃね。まださゴールド、まだゴールドですって出てないから。あれあれ、あうわこれ最後だった今ので。ちょいクラロワたくさんね引いた最初の回が27連だったんで27にします。もうここ男の男の動画。さあ6万円でチャンピオンレベルいくつになったのか。あーこれ言うの忘れてた。もし応援してくださる方、クリエイターブースト受けにいるかもしれない。ちょっと先に言うのがあれじゃない、定石じゃない、言うの忘れた普通に。さあそれでは行きます。さあもうこの動画でアーチャークイーンのレベルだ大事なの。いってらっしゃい、いってらっしゃい、いってらっしゃい。さあさあさあ、さあ12 12 12 12 13は、13はいけるね、13はいける。13に必要なのが8枚。おってことはポチ、アーチャークイーンレベル13、そして何枚、あと何枚、バン、あいー遠くねえか、カンスト。遠？めちゃくちゃ遠いな。ということで、ご視聴ありがとうございました。バン。やべえ。今忘れてた、今俺。ちょ、見てくれよ。見てくれ、ちょっとみんな見てくれよ。俺さ、動画のね、その中田敦彦さん的な感じで、工藤新一、やると俺、3000円。3000円と1200円。あれ、懐かしの春パパさん、ちょっと登場してもらおうかなと思って。買ったらさ、これ5000円かかったんだ。ドンキホーテで買って。だ、使うの忘れた。夢中になっちゃってた、俺、普通に。ガチでミスったわ。もったいないんで、動画で使います。ご視聴ありがとうございました。